アミュンタス3世は、アルゲアス朝のマケドニア王である。父は、アリダイオス、王妃は、エウルディケ1世。エウルディケ1世との間に、アレクサンドロス2世、ペルディッカス3世及びピリッポス2世の3人の息子が、孫に、アレクサンドロス大王がいる。アミュンタスは、アルケラオス1世の死後10年続いた、混乱の後に即位したが、 以後王国の生き残りのために懸命に努力を重ねることとなる。即位の年、アミュンタスはイリュリア人により地上位を追われたが、翌年、テッサリア人の助力により福井を果たした。アルケラオス一世時代以来王家と関係の深かったラリサのアレウアス家が支援したと考えられている。アミュンタスは国土への侵入を繰り返す、イリュリア人の脅威に対抗するため、 オリュントス氏を名手とするカルキディア同盟と提携し支援と引き換えにオリュントスに領土の一部を割上した。この時オリュントスが得た領土内の木材はアテナイ艦隊の強化に使用されたがこの代化によりオリュントスの国力増大を招いたことからアミュンタスは他の同盟国を求めオドリュサイ王国のオーコティュス一世と連携した。 コッティウス一世の娘はすでにアテナイの将軍、イフィクラテースと結婚していたため、アミュンタスはイフィクラテースを養子とすることとした。アンタルキダスの和役の後、スパルタはギリシア北部における事故の存在感を回復することを望んでいた。紀元前385年、バルデュリスヒキール・イリュリア人は、エピロスを歩けたスイス一世を福井させることを、 格索した、シラクサのディオーネシウス一世の先導と援助を受け、イピロスを攻撃した。このような情勢の下アミュンタスは、スパルタの援助を求めた。スパルタは、ギリシアの覇権をめぐるライバルであったアテナイトテーバイに、支持されている、ギリシア北部の新興勢力であったオリュントスを、打ち破るという動機もあり、アミュンタスとの名約を締結した。紀元前379年、 アミュンタスは、スパルタの支援のもと、オリュントスの勢力を削減することに成功した。さらに、アミュンタスは、紀元前372年、テッサリアの支配者ヘライのイアソンとアテナイとの同盟に参加した。紀元前371年に、スパルタで開かれた全ギリシアの和平会議の席上では、アミュンタスは、アテナイへの参同票を投じ、 アテナイがアンフィポリスを回復する氷結に貢献した。オリュントスに勝利したアミュンタスは、アテナイとの間で条約を締結し、木材の代価を自らの収入とし続けることが可能となった。アミュンタスは、ピレウスにあるアテナイの将軍ティモテオスの家へ木材を送っている。アミュンタスは、紀元前370年、高齢により死亡し、王位は長男である。 アレクサンドロス2世がついだ。ありがとうございます。